阪神伊藤将司、2軍降格、及川が中継ぎで緊急昇格。阪神、伊藤将司投手が2軍に合流し、秋山とキャッチボールをするなどして調整した。伊藤は11日の DeNA 戦で4回に3で KO、 去年は去年で、今年はまた違ってる、あんな点取ってもらってああいう結果になってしまったので、そこは自分が悪いですし、また自分のピッチングを振り返らないといけないと思いましたと振り返った。伊藤将司投手28に代わって出場選手登録される見込み、中継ぎで起用される予定で、左腕は頑張るしかないですと力をこねた。今季はウエスタンリーブで6試合に登板、4試合に先発し4勝1敗、防御率 2.45 の成績を残していた。落ちるのは青柳じゃなくて伊藤だったな。及川が緊急昇格らしい。そもそも昨日の岡田は伊藤がダメだって初回から思ってたなら、5回まで投げさせて勝ちをつけさせたいなんて思わんと、もっとは余計投しとけってことなんや。5回の途中でも点取られる前にしとけってことや。伊藤正落ちたんやな。首位陥落やし、日本一メンバーを入れ替えるには良い機会になるかも。及川って2年目から中継ぎやらされてなんかかわいそうやったね。青柳は抹消されないの？必ず戦力として必要な時が来るから、それまで焦らずに修正してほしい。それにしても一緒に写真に載ってる岩貞はどうなってるんだ。岩崎が危なそうだから出てきてほしいんだけどな。これで新戦力が出てきて投手底上げになればいいな。枠が空いたなら一軍に上がるチャンス、井上に白レギュラー掴んでほしいな。青柳も下げたらええのに、あんな逆球ばっかりの四球ばっかりのテンポ悪いのあかんやろ、リズム悪くなる。一日でも早くなんて言わずにじっくり調整した方がいいと思う。来週の甲子園、ヤクルト戦、ワビーズリーやな。いや待て待て、青柳は？岩貞もなかなか上がってこんね。ビーズリーは来週の土曜に先発やろうね。それまで先発の枠足りてるし、左の中継ぎロングリリーフできる及川が上がるのは納得。結果次第で来週土曜に及川か富田が2軍かな。青柳にもう1回チャンスを与えるのかな。伊藤の代役はビーズリーで、青柳がまたダメなら門別に変わるかな。先発陣は盤石でなくなってきた。開幕当初からいまいちだったので対応が遅すぎる感がある。夏場に戻ってこれるようにしっかりと。5月8日に先発で6回投げてる及川、今日出番があれば中3日なのか。本当に貧窮感があるけど、他にいなかったのかな。霧引きも離脱してるから左中継ぎの補充でしょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。